しますよ。皆様、本日は一般社団法人立山青年会議所主催によります立山市長選挙公開討論会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。開会までまだ時間はございますが、どうぞ前の席の方よりお詰めになってお座りいただけますようお願い申し上げます。また合わせまして受付でも確認させていただきましたが、携帯電話やスマートフォンをお持ちの方は討論会の途中でベルなどが鳴りますと進行の妨げとなりますので、電源をお切りいただくかマザーボードへのお切り替えをよろしくお願い申し上げます。開会までしばらくお待ちください。
は一般社団法人立山青年会議所主催によります立山市長選挙公開討論会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。開会までまだ多少時間がございます。どうぞ前の方の席よりうつむになってお座りいただきますようお願い申し上げます。一番前は2列目から、はい、2列目からの着席が可能になっておりますので、ぜひ、前の方からお詰めになってください。こちらまだ空いております。どうぞこちらの方にお越しください。どうぞ前の方の席より着席ください。携帯電話やスマートフォンをお持ちの方は討論会の途中でベルが鳴りますと進行の妨げとなりますので電源をお切りいただくかマナーモードへの切り替えをよろしくお願い申し上げます。あ 下に映る iPhone の方が2階の後ろと下です。そういうことだ、はい、ビデオカメラで、ビデオカメラは映る。ビデオカメラはこれがもう一回その映りますね。これでちょっとどうぞ前の方の席、まだ空席がございます。前の方の席よりお座りいただきください。こうやってもおかしいよ。対戦もつらないかもしれない。一応ね後ろから見たら分かりづらいですよ。10秒くら席の方、前列、奥の方、空きがございますのでどうぞ。次入ってこられる方は、次入ってこられる方は、
討論会、間もなく10分ほどで、始まりますが、討論会始まりますと、室内への出入りが、基本できなくなりますので、お互い、先に、お済ませいただけますよう、お願い申し上げます。席の方、右手奥、前の方、まだ空席ございます。開会まで5分前となりました。重ね重ねになりますが、携帯電話、スマートフォンをお持ちの方は、討論会の途中で、ベルが鳴りますと進行の妨げとなります。電源をお切りいただきますか、マナーモードへのお切り替えの方よろしくお願いいたします。
お席の方、まだ前の方、空席ございます。もし移動される方ございましたら、前の方にお越しいただきますようお願いします。申し訳ございませんが、ホテル脇に停めてあります、6964の、軽トラックの方、お越しの方、お移動の方を、お願いしたいのですけれども、繰り返します、ホテル脇に停めてございます、6964の、軽トラックでお越しの方、車のご移動をお願いいたします。
皆さん、お待たせいたしました。これより一般社団法人立山青年会議所主催によります立山市長選挙立候補予定者公開討論会を開会いたします。なお終了時間は午後8時40分を予定しております。開会にあたりまして本日の討論会を中立公平に運営するためにご来場の皆様方にお守りしていただきたいルールがいくつかございます。ルールに関しましての説明を一般社団法人立山青年会議所まちづくり委員会委員長福原浩太よりご説明させていただきます。ただいまご紹介いただきました私一般社団法人立山青年会議所まちづくり委員会委員長を仰せつかっております福原と申します。ここで公開討論会に際しましてルールのご説明をさせていただきます。会場受付にて事前に配布されておりますこちらの資料をご覧ください。こちらの A4 の資料になります。まずは会場での注意事項を説明させていただきます。1番ご来場の皆様には次の事項をお守りくださいますようお願いいたします。1立候補予定者の発言を妨げるような言動やじ主語などはおやめください。2開会時閉会時および司会が促した時以外の拍手はおやめください。3特定の立候補予定者のイメージに関わる行為プラカードの掲示や宣伝活動などはおやめください。2番公開討論会を円滑に運営するために次の事項にご協力お願いします。1原則として開会後の入室退出は閉会までご遠慮願います。2客席からの立候補予定者への直接の質問等は一切受け付けておりません。3会場でカメラ・ビデオの撮影及び録音をする場合は他の人の迷惑にならないようお願いいたします。公開討論会を撮影したものを選挙運動に利用することはできませんのでご理解をお願いいたします。4携帯電話の電源はマナーモードにしていただくかあらかじめお切りください。3番上記 1-2 の事項を守っていただけないがために討論会の運営に支障が生じると判断されるような場合退場をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。なお討論会の様子はインターネットによるネットでライブ配信公開を行っております。詳細につきましては以下の URL をご確認の上ご覧ください。以上でルールのご説明とさせていただきます。申し遅れましたが私本討論会の司会を仰せつかりました一般社団法人立山青年会議所まちづくり委員会川名義人と申します。不慣れなため至らぬ点もあろうかと存じますが一生懸命務めさせていただきますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは早速討論会へと移らさせていただきます。まずは本日の討論会にご出席いただいております立候補予定者の方々にご入場いただきます。なお入場に際しましては拍手のみにしていただきくれぐれも声援などはお控えいただくようお願い申し上げます。また
入場順、席次につきましては、事前に舞台袖で公平にくじ引きにて決定しております。それでは立候補予定者の方々のご入場です。室敦美さんです。金丸健一さんです。それではまず本日本討論会を主催させていただいております、一般社団法人立山青年会議所理事長鈴木照久よりご挨拶をさせていただきます。はい、改めまして、こんばんは。まずは私、一般社団法人立山青年会議所2018年度第50代の理事長の職をお預かりしております鈴木照久と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずは今回のですね、平成30年度立山市長選挙に関わる公開討論会に開催にあたり、立候補予定者の方々におかれましては、まずは参加いただきましてありがとうございます。そして本日平日のお忙しい中、ご参加いただきました皆様方におかれましても、ご多忙の中、お集まりいただきましてありがとうございます。少しだけ青年会議所のお話をさせていただきたいと思います。立山青年会議所はここ五島地、立山市、そして南房総市、鋸南町、西一町を活動エリアとする20歳から40歳までの青年経済人の集まりでございます。さまざまな活動をこの地域で展開しております。目的といたしましては、明るい豊かな社会を実現に向けて活動してまいります。活動の中には青少年育成事業やまちづくり事業、人づくり事業といろんなさまざまな事業がありまして、青少年育成事業ですと36年続いていますサマーキャンプ事業、子どもたちを対象にしたサマーキャンプ事業だったり、まちづくり事業ですと献血運動の支援活動だったり、こういったような、公開討論会のような事業を展開しております。また人づくり事業といたしまして、メンバーの資質向上を目指した事業もさまざま展開をしております。ぜひとも20歳から40歳までのですね、お近くに青年経済人と言われるような方がいらっしゃいましたら、ぜひともご入会していただきたいと思いますので、ぜひともですね、お声掛けいただければと思います。よろしくお願いいたします。この公開討論会なんですけれども、なぜ青年会議所がこういったものを企画するかということを、少しだけお話をさせていただきたいと思います。この公開討論会、我々 の, 活動 の, 事業の中でも大切な一つであります。立山青年会議所だけがやっているわけではなくて、この全国に695青年会議所があるんですけれども、そちらの、その他の青年会議所の方でも活動のこの事業の運動をですね、推進をしていたり、全国 の, 青年会議所といわれる日本青年会議所というものがあるんですけれども、そちらの方でもこの事業を推進しております。この公開討論会なんですけれども、直接、立候補者のまた立候補予定者の方の生の声というものをお聞きできる、またどのような事業、この地域についてどのようなことを考えているか、またこの地域に対してのですね、課題に対してどのように考えているか、この地域を今以上に良くしていこうというような政策、その辺をですね、候補者の方々の政策を、選挙 の, その告示の前ですかね、前に聞ける、大切な機会というふうになっております。ぜひとも、本日ご参加いただきました皆様方におかれましては、ぜひともですね、政策本位の、政治選択というものをしていただければというふうに思います。誰かの知り合いとか、誰かに頼まれたではなく、しっかりと政策を見ていただいて政治選択をしていただきたいというふうに思います。
います。また今回の選挙におきましては18歳以上 の、 有権者の方が選挙に参加できるようになっております。また立山市の選挙にだと今回が初めてかなと、地方選挙では初めてかなと思いますので、また高校生を含めた18歳以上 の、 有権者の方々ぜひともですね、選挙に、そして政治にですね、参画していただいて、少しでも私たちが目的としている、明るい豊かな社会の実現に向けてご協力いただければというふうに思います。結びに、本日ご参加いただきました皆様のご健勝ご多幸をお祈り申し上げ、甚だ簡単ではございますが会を代表いたしまして私からのご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは本題であります討論会へと移らさせていただきます。まず本日の討論会のコーディネーターであります一般社団法人立山青年会議所副理事長田村正樹よりご挨拶させていただきます。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。私は一般社団法人立山青年会議所今年度副理事長を仰せつかっております田村と申します。私は南房総市三好地区において農業を営んでいるものでございます。私の身の回りを見ても田んぼや畑、山林とても荒れてしまっております。高齢化、人口減少、若者がいない、後継者がいない、有害鳥獣にやられる、さまざまな理由があるかと思います。それは立山市でも同じことが言えるのではないでしょうか。そしてさらに人口減少の人口減少、労働者不足、後継者不足に関しましてはこちらも立山でも同じことかと思います。人口が減ってしまえば当然地域の消費も減ります。消費も減ってしまえば仕事も減り、そして税収も減ってしまうという悪循環に今後なってしまうと懸念されます。そのような中、本討論会では人口問題について焦点を当てて詳しく説明していただければと思います。本日高校生を招いて聞いてもらいたかったんですが、私の力不足、JC メンバーの力不足にですかね。で、高校生の参加が見られなかったんですけれども、そちら今後の課題とさせていただきます。こうやって人前で話すこと大変不慣れであります。精一杯本日コーディネーター務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。まず会の進行上着座にて失礼いたします。この討論会では先ほどご説明がありました通り公正中立を旨としております。従いまして各立候補予定者の発言時間は均等になりますように、タイムキーパーが発言時間の計測と終了時間のお知らせを行います。また発言の順番も有利不利が出る可能性がありますので、はじめにくじ引きを行います。立候補予定者の皆様におかれましては、市長選に立候補を表明されてからこれまでそれぞれ個別に新聞や報道などで政策やお考えをお伝えしているかと思います。今日は多くの皆様の前で生の発言を聞かせていただくといういい機会です。ぜひ自分の政策理念を強く訴えかけていただきたいと思います。それではこれより討論の流れについてご説明いたします。まず自己紹介と所信を含めて、
政治信条と立山への思いと題して7分間ずつスピーチをしていただきます。その後5つのテーマに沿った質問をいたしますので、同じ質問に対しそれぞれ5分間ずつ思いをお話ししていただきたいと思います。最後に立山市のこれからの4年間と未来のビジョンは、立山市の明日へ私はこうすると題しまして、7分間ずつお話をしていただきます。発言の順番につきまして、これからくじ引きを行いたいと思います。それでは、はじめに室さん、そして金丸さんの順に発言とさせていただきます。なお、はじめの1番、2番を言いましたら、次の質問は2番、1番、1番、2番と交互の発言となります。それでは、討論に入りたいと思います。まずは、初心として、自己紹介も含めまして、政治信条と立山市への思いを7分間にてスピーチをお願いしたいと思います。重ねてお願い申し上げますが、立候補予定者の発言中の声援や拍手はご遠慮いただくようお願い申し上げます。発言順は室さん、金丸さんとなります。それでは室さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました室あずみと申します。今日はよろしくお願いいたします。私は今53歳になりました。立山に来たのは45歳になる年です。立山に来た時には東京で会社を経営してたんですけれども、3年間で失敗しまして、何もかもない状態でした。そして今後どうやって生きていこうかと考えていまして、誰も知らないところでゼロからまた再スタートを切りたい、これからのことを考えていこう、そういうことで当時のパートナーだった人と一緒に立山に来たのが最初です。その時は私は立山に対して特に期待もなく、前情報もなく、知ってる人も全くゼロという状況で来ました。しかし今それから8年経ってこうした場に立つことができました、できています。これって自分でも本当に不思議な、とても奇跡的な8年間なんです。で、なんでこんなことがこんなことになっているんだろうと思うと、それこそこの立山の力じゃないかと思っています。立山には人を再生させる生命力をつけてくれる、そういった非常に大きな力があります。それを私が実証していると思います。じゃあなぜどういうところから来たのかっていうのは、私はここに来た時に、海の目の前で古びた古民家の再生ということから始めました。来る日も来る日も掃除、そして片付け、そういうことを繰り返してたんですけれども、そういうそのうちにとても大事なことに気づきました。都会では本当にサラリーマンの時は高給取りだったんですけれども、人間性を失った生活です。こちらに来てからとても自然の魅力に癒されまして、食べるものも取れたての旬のものが豊富に食べられる、そういったこともとっても実は幸福なことなんじゃないかということに気づきました。地域の皆さんとの触れ合いもそうです。都会では周りの人のことは全然知らない、そういう生活をしてきたんですけれども、とっても温かい人の
温かさに触れていきました。その中でもったいないなと思うことがたくさんありました。立山の人たちは私の学歴については褒められるんですね。で、来てからもう言われたのは、京大卒業した人がなんで立山なんかに来たのっていう言い方ばかりされました。私はそんなことよりもこの8年間でここまで再生できた、そういう立山の力ということを皆さんにもっともっと知っていきたい、いただきたいと思っています。そしてこちらに来て都会で言われていた地方創生の意味がひしひしと感じられました。都会にいてはわからない、地方に住んだからこそわかる地方の苦しみ、そういったものを解決するできる立場にいるんじゃないかということを思いまして、1年で市議会議員の選挙に出て敗れましたけれども、またそれから1期3年半市議会議員として活動してまいりました。ところが知れば知るほど今の立山の特に財政状況、本当にもうすぐにでも破綻するのではないかという危機的な状況にあるということを感じています。ただ今までのやり方を続けていては将来が本当に見えません。貯金も 3,4 年でゼロになる、そしてその後は赤字経営という予測ですし、人口もあと10年15年すると3万人台に突入する見込みです。高齢者も今でさえ一番多い人口が60歳代なんですね。それが30年後を見通すと70歳代が人口の中で一番多い状況になります。ということは働いて税金を納めてくれる世代が本当に少なくなり、そしてそれで税金がかかる医療費、介護もかかってくる年配の方がどんどん増えていく、このままの状況、財政運営を続いていっては将来への責任が持てない。私は政治の使命というのは今の皆さんの幸せのために精一杯働くと同時に、次の世代のための責任を果たしていく、今のままでは責任あることができないという思いで今危機感を感じております。今お話ししたような厳しい財政状況、何をやるにもお金がないからできないと言われますし、千葉県の中でもいろんな指標がかなり悪い、阿波地域の中でも最悪と言えるような状況になっております。こうした危機感をまずは共有して、今までのやり方ではない、じゃあどうやってこれを乗り越えていくのか、そういうことを皆さんと一緒に考えなければ、本当に将来の皆さんのお子さんやお孫さんの時代、立山がボロボロになってしまう、そうではなくてもっと皆さんが誇れる街づくりをしたい、そういう強い思いで私はこの場に立っております。今後この後のテーマごとに具体的なお話をさせていただきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。それでは金丸さん、どうぞ。皆さんこんばんは、金丸圭一でございます。本日は多くの皆様にご参加いただきまして誠にありがとうございます。また主催されます立山青年会議所の皆様には心から感謝を礼申し上げます。私は市民の皆様の、各方面からご支援を賜りまして、3期12年間、市長の重責を担わせていただきました。この度残っている課題の解決と次の世代へと引き継ぐために総仕上げとして4度目の立候補を決意いたしました。当初からの政治目標、政治信条は変わっておりません。
すなわち政治信条である聞く、見る、動くを実践することで政治目標の立山市を日本で一番住みやすい街にしたいということでございます。これまでの12年間になりますが、振り返ってみますと、市民の皆様に健康で安心して暮らしていただくための元気な市民、立山自慢の農水産業、商工業に観光を結びつけ、子どもたちの未来の暮らしの元を作る元気な経済、行財政改革を進めながら自主財源を増やし、将来の財政を豊かにする元気な財政という3つの元気を基本に全身全霊で取り組んでまいりました。元気な市民では利用者25万人突破の元気な広場の設置、母子健康手帳アプリの導入、妊婦健康審査を5回から14回に増やすなど、子育ての不安や悩みの解消、軽減を図りました。また子ども園や学童クラブの設置、子ども医療費を中学3年生まで拡大するなど、子育て環境の向上、保護者の負担軽減を図りました。さらにスクールバスの見直しにより一部負担を廃止し、遠距離通学者に補助を行い、実質無料とし、通学の利便性の向上や保護者の経済的負担の軽減を図りました。ちなみに、さかなクンバスは子どもたちに大人気でございます。また、通いのバスサロンを226サークル立ち上げるなど、市民の主体的な健康づくり、生きがいづくりを推奨し、阿波地域医療センターのスムーズな経営維持や、救急塔建設の支援、公共交通網計画の着手など、地域医療や市民福祉の向上を図りました。元気な経済では、渚の駅立山をリニューアルし、レストランや直売所、さかなクンコーナーと立山夕日桟橋、恋人の聖地スポットが相まって、年間33万人を超える来場を生むなど、経済波及効果を図りました。また、2020東京オリンピック・パラリンピックを後期と捉え、スポーツ合宿や外国人観光客の誘客を図るなど、市長就任当時の163万人の観光入り込み数を、昨年度は196万人、33万人増やすなど、地域経済の活性化を図りました。元気な財政では、効率的な施策は効率的に一部事務組合事業として推奨し、消防本部、立山消防署の合同庁舎や火葬場の阿波聖苑の竣工、残念ながら広域ごみ処理施設は2度の用地不調により平成32年稼働予定がさらに先になることから、西一町に多大な迷惑をかけることになりましたが、立山市単独を選択し、現在のごみ処理施設の改修を進め、市民生活から生ずるごみの安定的な処理を図ってまいります。また行財政改革を断行した結果、財政調整基金、家庭でいう貯金ですが、市長就任当時約130万円と底が見える状況から、昨年度末で約14億円と、今年度末は約16億円になる予定でございますけれども、基金を取り崩すことなく財政収支の均衡を保ち、一定の再建を図ることができました。行革は市民の皆様にも痛みを伴うもので、皆様のご理解ご協力の賜物と心から感謝申し上げます。
4年前の30の公約は限られた財源の中で9割を達成いたしましたが、達成いただなかった人口減少に歯止めかけたい、この一つが非常に頑張っていきたいと思っているところでございます。また、市内の小学校はできるだけ残していきたいと考えております。そのため町市と仕事総合戦略を進め、移住定住などにより子どもの人数を増やしていきたいと思っています。引き続き取り組むべき課題も山積しており、これまでの至らない点を謙虚に反省し、未来に夢と希望と誇りを持てるよう、また笑顔あふれる自然豊かなあったかふるさと立山の実現を目指し、本心の力を振り絞って全力を尽くしてまいります。以上です。ありがとうございました。それではこれより5つの質問に入らせていただきます。持ち時間は1人5分間ずつとさせていただきます。1つ目の質問は、立山市の財政活性化策、経済活性化策についてです。いよいよ2020年に迫りました東京オリンピック・パラリンピックですが、首都圏が中心ではありますが、インフラ整備や観光需要の増大などに期待される事業におきましては、ここ立山市に関しても多くの経済効果が生まれるのではないかと思います。しかしながら少子高齢化、人口減少が進行し、市税収入が減少する一方、社会保障関連経費などの増加や近々の大規模事業への取り組み、老朽化する公共施設対策、自然災害への備えなど、立山市の財政状況はさまざまな課題を抱えているかと思います。まずはこの地域の中小企業を活性化させ、税収を増やし、自治体の財政を増収させる必要があるかと思います。そのような中、これからの自治体のお金の使い方、また民間経済の活性化についてどのようにお考えでしょうか。立山市のお金の話をお願いいたします。発言順は金丸さん、室さんとなります。それでは金丸さん、どうぞ。あ、座って。では、お話をさせていただきます。町の元気の源、これはやはり人口規模だとお考えております。これが生産基盤、経済基盤の基礎をなすことから、いかに人口減少に歯止めをかけるか、これが喫緊の、最重要課題であると思っています。そのため地元経済の活性化を図り、雇用の場や就業者を確保する必要があります。今特に取り組むべきことは、生涯現役であるアクティブシニア、積極的に社会と関わる高齢者を増やすこと、同時に出産、子育て、医療などの生活環境のさらなる充実も図らなければ、人口の定住化や少子化対策には結びつきません。観光で来訪する方、イベントに参加する、見る、地元産品を購入する、ふるさと納税をする、日域居住をしているなど、これらの方々の関わり段階に適した情報発信などの施策を展開することで、関係人口、いわゆる立山ファンが増すことが、人口減少社会においても経済はもちろん町の活性化が期待できる道だと考えています。なお、ふるさと納税の地場産品の捉え方が国と異なり、吉木ワインなどは11月1日で取り上げましたが、諦めてはいません。この件の報道で逆にふるさと納税額が昨年に比べて2倍になっています。
これらの方々が立山ファンであり続けるように推進してまいります。またインバウンドでは台湾との結びつきを強く太くしており、今後も外国人観光客の誘着を図ってまいります。私は地元経済の活性化を図るには立山市の基幹産業である農水産業と観光業、商工業を有機的に結びつけた地元食材による食を中心にした活性化策を展開することが重要であると考えています。市内伊那地区の公設卸売市場跡地は立山マルシェ、ケートライチを実施し、多くの人が訪れています。食の街づくりの拠点となるポテンシャルがあると思っています。ぜひチャレンジしていきたいと考えます。そして地産地消の拡大とブランド化を図り、首都圏約3600万人に向け情報発信を推進してまいります。また食のまちづくりの推進や6次産業化、農商工連携による地域の産業全体の底上げも推進してまいります。さらに事業の承継のために後継者や担い手を育てることも重要で、立山に住みたいという若者から高齢者まで、その人に合った仕事の選択肢を増やしてまいります。また積極的に企業誘致を展開するとともに、市内企業の育成拡大を促すなど、経済活性化や雇用に結びつけてまいります。トップセールスでは市内の未利用地や空き家情報、これを所有者了解のもとに携帯し、具体的な関心を促し、空き店舗のリノベーション、つまり修理、改装などリフォームして再利用するなどにつなげてまいります。守るべきものは守り、変えるべきものは変える、時代に合わなくなったものはやめ、投資すべきものは積極的に投資をしてまいります。そして交流拠点、渚さんの駅立山を核に城山公園などと連携させる、また通称船形バイパス建設と船形漁港のふれあい市場を連携させ、市内を周遊する人の流れ、人、物、経済の流れを醸成することで、相乗効果による経済の活性化を目指してまいります。今現在流入人口と流出人口では 流入人口がやや勝っている状況です。ありがとうございました。それでは室さん、どうぞ。皆さんの今の心配は何でしょうか。今選挙だからといって皆さんに耳障りのいいことばかり言っていられる状況ではございません。最初にお話しした通り、財政本当に危機的な状況にあります。数字今日は具体的にお示しできませんけれども、集会等では皆さんにお話ししてきております。何よりも今やるべきこと、それは財政の立て直しです。そうしないと何もできない状況です。そしてそのために立山株式会社というような発想で行政運営をしていく必要があります。というのは収支に関する意識、そして、費用対効果、そういったことを意識しながらお金を使っていかないと無駄を徹底的に省くことができません。まず最初に無駄を省くために、長期的な視野できちんと優先順位をつけて全事業を並べて見直していく、そのような覚悟が必要です。今やっていること全てがやった方がいいことに決まっています。ですが財政が厳しい中で今まではやってきたけれども、優先順位はどうなんだろうか、そういったことを考える、またお金を使うにしてもその効果がきちんと出ているのか、そういうマインドを持ってやっていかないといくらお金があっても足りません。例えば大型事業として桟橋、由比桟橋を作った時には、この桟橋を作ることで何十万人も人が来るという予測でしたけれども、
大型客船も実は桟橋を作る前と今では来ている数はほとんど変わらないという状況が分かりました。民間企業では大型投資がそれほど効果がなければ、じゃあこれをどうしていこうか真剣に考えるはずです。違う使い方がないかとか、いろんなあらゆることを考えて見直す必要があります。たくさんある施設もそうです。人口がもう急速に減るということは避けられない状況で、あれもこれも残していく、そういうことよりももう少し使い勝手は考える、だけれどもある施設を見直していくことは痛みを伴いますが必要なことです。行財政改革委員会の答申でも今後 20% 施設を削減しようというお話が出ました。施設が多ければ多いほど維持にかかる費用はかかってしまいます。それを少しでも少なくすることでいろんなところに回せる財政が出てまいります。ただ一方でそのような歳出削減だけではなくて、しっかり稼げる街にする、そういうことが今必要なことです。館山市観光立地といいましても、観光客が来ても本当に儲かっているでしょうか。駐車場に階段に止めて水を使い、トイレを使い、ゴミを残し、そしてただで駐車場に車を止めて何もお金は残らない。ただしいろんなものの後始末は皆さんの税金でやってるんです。こういうことではなくて、きちんと海を中心に皆さんに利用してもらってお金が稼げる仕組みを作りたい。そしてビジネスのネタは館山に本当にたくさんあります。ですがビジネスを作れる人、あるいは投資ができる人、これはむしろ都会にたくさんいるんです。起業したいと考えている人にとってはどこに起業のネタがあるんだろうか。そういうことがうまくマッチングできて、館山の情報をもっと知ってもらう、そういうことで稼げる街にしていきたいと考えています。これは商社の発想です。商社、私がいた商社では本当に情報が命です。情報と情報をつなぐ、人や物をつないで、そしてビジネスを作って高専を稼いでいく。実は今後行政がやるべきこともそのような民間企業が稼げる仕組みを作る、そして特に都会と館山と情報を結ぶことでいろんな企業を呼んでこれる、人も呼べる、そういう可能性がたくさんあると思います。特に企業の街として館山は適していると思います。非常に発想の豊かな発想が生まれるベースがあります。そして館山駅前の活性化、そういったことも民間と一緒になって行政が考えていきたいと思っております。時間がないので今日は以上になります。ありがとうございました。2つ目の質問に移行させていただきます。2つ目の質問は若者政策についてです。日本は人口の大きな転換期を迎えており、少なくともこれから数十年は若者よりも高齢者が多い社会になります。しかしながら高校卒業後はほとんどの方が地元を離れ、そのまま館山から離れてしまう現状があります。18歳選挙権も実現し、18歳、19歳の有権者も新たに投票できるようになりました。そのような中、今、そして未来の作り手である若者の声を社会に反映させていかなければ、持続的な社会が実現しません。今、そして今後数十年を背負う若者世代へ向けての政策、さらに、U、I ターンの促進についてや、若者の声を地域社会に反映させる仕組みについてどのようにお考えでしょうか。館山市の若者政策についてのお話をお願いいたします。発言順は室さん、金丸さんとなります。それでは室さん、どうぞ。はい、先ほどの最後でちょっと間違えちゃったんですけど、稼げる街へっていうことを言いたかったのでこちらです。これが若者政策にもつながると思います。若い人、稼げる人を中心に私としては移住と考えている、まあ、皆さん
どこの自治体でもそうなんですけれど、まずは、若者を町づくりに巻き込む仕組みを作っていきたいと考えております。そしてただ若者といってもまずは高校生、館山には高校生がたくさんいまして、例えば館山総合高校ではスーパープロフェッショナルハイスクールという認定がされてまして、町カフェというようなこともやっております。いろんな企業や行政もこの動きを支援しまして、高校生の時から町づくりに参加できる、そしてそれはとっても楽しい経験で、いろんなビジネスのことも学べる、そして夢のある大人たちとも関わる、そういうことで、高校生の時、またその後は一旦外に出ますけれども、外で修行をしてきて、また館山の町づくりに関わりたい、そういう U ターンを目指していきたいと思っております。また企業の町にということを先ほどお話ししましたけれども、例えば技術者とかですね、まずは自分でビジネスを作れる若い人たちがこの都会からの近さを利用しまして、こちらに住んで通うという形でもいいですし、インキュベーションタウン、ビジネスのやりたい方が集える、そういうところを作って、シリコンバレーならぬ館山バレーというような発想で、若者政策をに力を入れていきたいと思います。若者が町づくりに関われるということはとても楽しい、ワクワクしたことで、その楽しさがあれば若い人たちの活力で、年配の方々も、あ、楽しい町に活力が出てきたねということを実感していただけると思います。そして若い人たちの政治参加につきまして、私は今いろんな力を入れております。町づくりもそうなんですけれども、市政に関して自分ごととして関心を持ってもらう、その第一歩が投票率の向上です。今日は残念ながら高校生がいらっしゃらないということで、私も高校生にも働きかけたんですけれども、せっかく投票権がある、初めて投票できる、そういった時に、じゃあ候補者がどういうことを考えているのか、そういうことを知る場にぜひ参加してほしい、そういうことを校長先生にも訴えてまいりました。また若者の世代の投票率が上がっているところは、いろいろ行政が工夫をして期日前投票所を変えるとか、そういったことで、それも含めてとにかく関心を持ってもらうことが必要だろうと考えております。審議会、市がやっている審議会にもいつも同じメンバーではなくて、若い人たちも女性も公募を増やして参加できるようにする、あるいは市議会議員も18人おりますけれども、私はもっとこういうところに女性や若い人たちが関わることで、皆さんが自分事として考える、そういった取り組みをしていきたいと考えております。市政って本当に身近なことなんです。自分たちのこととして考える人が増えれば増えるほど、若い人たちが元気になってくると考えております。政治の政、祭りごととも呼びます。お祭りと同じ語源ですけれども、この地域ではお祭りにかけるパワー、ものすごいものがあるなって感じております。それもとっても重要です。地域の力を示しております。ですが、お祭りを一時的な非日常の世界だけではなくて、実は日常生活も祭りごとなんだよ、政治ですね、そういうことも考えていって、この選挙もぜひお祭りのように盛り上げて、館山で 70% の投票率になったよ、そういったことでもあれば、館山の名前も日本中に轟き渡るんですね。皆さんとそういった若い人たちも町づくりに巻き込むということをやっていきたいと考えております。以上です。ありがとうございました。それでは金丸さん、どうぞ。はい、まずですね、行財政改革、先ほどのテーマになってしまうんですけれども、館山市は危機的な状況ではございません。事業仕分けに関しましてもですね、ずっと全国に先駆けて取り組んでまして、
職員一同になって取り組んでおります。それをちょっと言いたかったので言わせてもらいました。私はですね、市民の皆様が健康で安心して暮らしていると感じる街づくりが基本だと思っております。それには生活の糧となる生業、就業、生活環境の向上、市民参画だと考えます。市民生活の根幹をなす社会保障、税制、労働、これは国が責任を持って行うべきだと思いますけれども、高校卒業と同時に多くの若者が転出し、その後何割かの若者が戻ってまいりますが、私は戻る割合を半分に押し上げたいと思っています。一度都会に出ることも、広い社会を見る、知る、外から故郷を見る目も養われるなど良い点があります。若者は今は都会にいるが、いずれは立山に戻りたいとも、郷土愛に満ちた町づくりが大切であると考え、町、人、仕事総合戦略では海、若者、食、ふるさとの体系とし、今後も各施策を推進してまいります。立山市の求人倍率は千葉市と同様2倍を超え、千葉県内でもトップクラス。働く場は多くありますが、医療、福祉、観光分野中心です。状況をもっと知ってもらい、若い人に定着してもらいたいと思っています。未来構想のお仕事探し in 東京などでは、参加者が80人を超えることもあり、立山で就業したい、雇用したい、Iターン、Uターンを希望する方々の雇用機会を引き続き推進してまいります。また起こす企業、創業、市内事業所の育成、拡大の支援、地域資源である農水産物を生かした取り組みを推進するとともに、立山ファンを増やしてビジネスチャンスを作り、雇用の創出や就業につなげてまいります。また IT 関連など先端ビジネス実践者と連携した次世代の働く場づくりを推進してまいります。次に生活環境では、若者が結婚し安心して出産子育てができるように、出会いや婚活を支援し、出産子育てなどを丸ごと支援する包括ケアシステムの仕組みを実現させ、子育てしやすい、女性の働きやすい環境づくりを図ってまいります。次に若者の声、市民参画や市民参加ですが、政策の影響を今後一番長く受けるのは子どもや若者である。立山市基本計画の作成にあたり、高校生アンケートを実施し、市内の高校など学校との意見交換会の開催などを継続してまいります。また千葉大学と町が持続していくための未来カルテと未来ワークショップを行い、提言をいただいたことをはじめ、複数の大学などと仕事づくり、人材育成などに取り組んでおり、市政に若い世代の声を聞き反映する仕組みとして今後も推進してまいります。人口減少社会でも活発な市民活動を維持するため、市民と共に作り上げた市民共同条例の浸透を図り、共に働く共同の街づくりを推進してまいります。市民の皆様が住み慣れた地域で働くことができる、結婚、出産、子育てができる、老後を過ごせる、立山で安心して生活ができる街づくりを進めてまいります。以上です。ありがとうございました。それでは3つ目の質問に移りたいと思います。3つ目の質問は、福祉・医療問題・高齢化地域の対策についてであります。圧倒的な少子高齢化時代を迎えています。ここ立山地域の人口も65歳以上の割合が 37% と非常に高くなっております。そのような中、これからの福祉・医療・保険・社
社会保障についての具体的な方策や社会的な必要となるべきシステムについてはどのようにお考えでしょうか。館山市の高齢化についてと福祉・医療についてのお話をお願いしたいと思います。発言順は金丸さん、室さんとなります。それでは金丸さん、どうぞ。はい、医療・高齢化対策、これは大変重要だと考えております。そして必要なことは関係者の連携だと思います。生活環境は大きく変化し複雑化している現状では個人で解決できる問題は限られ、専門家や関係者が知恵を出し連携しチームで対応することが必要です。私はこの点に着目し、さまざまな団体との信頼構築に努めてまいりました。信頼がなければ連帯はない、信頼がなければ連携はない、連携がなければ問題解決ができないと考えておりまして、今こそ信頼と連携を基礎に解決策を一つずつ着実に実施する局面と確信します。まず高齢化ですが、高齢者の方々に必要なことは目の前の問題を解決することで、誰がどの組織が解決するか問題ではありません。大切なのは介護、生活など機能ごとにある支援を連携させて一つにする丸ごと支援。これは医療、介護、生活だけに限らず出産、子育てなどにも関係し、例えば親御さんの介護をしていた娘さんが出産で介護が困難になるケースなど、これらの不安に丸ごと支援する地域包括ケアシステムの仕組みづくりを関係者とさらに連携して実現を図ってまいります。また市民、行政、関係機関、団体が一緒に考え実行する地域づくり事業を促し、地域ぐるみ福祉を推進してまいります。次に医療ですが、私は医療を考える上で大切なのは予防だと考えています。予防の大切さを子どもの頃から理解するための取り組みと、早期発見、治療、重症化を防ぐ対策などを医療関係者との連携により、新たな予防体制を目指し、予防意識の普及、各種検診の充実を推進してまいります。もう一つ大切なのは、救急医療を含めた地域医療体制の充実です。救急医療は、二次救急指定病院である2つの病院を核とした救急体制を維持するために日頃から連携し財政的な支援を続けています。救急体制の維持は医療現場でもさまざまな努力がなされておりますが、小児救急などの充実を目指し引き続き推進してまいります。さらに地域医療では救急医療に加え地域の診療所の果たす役割も大切で、現在阿波医師会と恒常的に介護と医療の連携、糖尿病重症化予防などさまざまな分野で協議を重ねています。今後重要になってくるのはこの連携に市民の力、市民の参画、市民参加を加えることであり、これが地域医療を充実させる強力な取り組みだと考えます。これまで築いてきた信頼を土台に、市民、医療、福祉、行政の連携を深め、守るべきものは守り、柔軟に変化する。ここを基本に連携の場で生まれてくる取り組みを、一つ一つ具体的に進めることで、館山市を日本で一番住みやすい街にしたいと考えるところでございます。ありがとうございました。それでは室さん、どうぞ。私は高齢者の問題で一番のポイントはもう予防で医療費、介護費を削減する、これしかないと思っております。そして
これが実現されれば財政負担が減り、将来への負担が減る若い人たちにとっても良いことです。で、医療費を削減するための予防ですけれども、元気な高齢者を増やすということで、居場所づくりとか、地域コミュニティがとてもしっかりしています。これをもっともっと、今後も重視して生きがいづくり、いろんなところで高齢者が活動できるような取り組みを今後もさらに続けていっていきたいと考えております。支え合いのまちづくりということで今も進められておりますけれども、生活支援コーディネーターとかボランティアの方々、年配の方でも人の役に立ちたい、何かできることはないかという方々が今たくさんいらっしゃいますけれども、そういう方々が必ずしもその活躍の場が生み出せるとは状況ではありません。そういったことに力を入れることで、皆さんが外に出て自分の生きがいをより求めていく、そして医療や介護にならない元気な高齢者を増やしていく、そういう方向の施策に力を入れたいと思います。支え合いのまちづくりということに関しましては、ちょっと高齢者だけではない問題ですけれども、防災の観点に関しましても、ここでは災害が少ないということで防災意識が他の地域に比べるとやや低いかもしれません。その点、私が少し所属してみました消防団の方では、組織的な活動で今防災に力を入れております。こういったことも安心して暮らせるという意味では、もっともっと女性消防団の活動、そういったことにも力を入れていくべきだと考えております。そして2点目は、何といっても公共交通の問題です。高齢者の閉じこもりを防止する、外出機会を増やす、そういったことで健康増進につながります。行きたいところに行ける公共交通にしていくということを、私は議員の時代も訴えてまいりました。お年寄りにとって市役所に行くにもバス停がない、南総文化ホールでいろんな催しがある、そういったところに出かけたいけどバスもなくて西崎地区からだと行くことはできなくて残念、そういった声を山ほど聞いてまいりました。まちづくりと一体となって使い勝手のいい公共交通を整備していく、そして行きたいところに行ける、こういったことには多少お金をかけても、それによって、医療費、介護費が削減できる、そういった循環を作っていきたいと思います。そしてそのため、まちづくりというのは、例えば人口が減ってしまっているので、あちこちにいろんなものが分散しているとなかなか効率的にはできません。駅前かなり寂しい状況になっておりますけれども、そういった人が集まる、あるいは交通の便の良いところにある程度の施設を集積させる、例えば医療機関、あるいは市役所、買い物のショッピングセンター、そういったものをが集まっている地区があれば、それを核に公共交通ということを考えていくことができます。館山市を取り巻く南房総市では、かなり公共交通の問題への意識が高く、前々からいろんな計画づくりを進めております。これは館山市も一緒にまちづくりを進める方が効率的なことができますし、お年寄りに限らず、館山駅というのは阿波地域の中でも政治、経済、文化、いろんな意味で中心地にあります。そこが今のまま廃れた状態にならずに、年を取っても車がなくても元気に快適に過ごせる、そういったことを進めるためには、本当に公共交通の問題は何にも増して重要だと思っておりまして、こちらに力を入れていくということを考えております。以上です。ありがとうございました。それでは4つ目の質問に移らさせていただきます。4つ目の質問は、子育て支援、学校教育についてです。小学校、中学校と高校と、館山市には数多くの学校があり、その子どもたちは地域の宝であります。しかし近年、
少子化に伴う学校の統合を余儀なくされてしまう中、この地域にあった教育体制や育児世代への支援策などはどのようにお考えでしょうか。館山市の子育て支援、教育についてのお話をお願いいたします。発言順は室さん、金丸さんとなります。それでは室さん、どうぞ。子育て支援に関しましては、今の若い世代への今後の将来への投資にもなります。それから子育て支援に力を入れていくということで、若い世代の移住促進のきっかけにもなります。そういうことで力を入れるべき施策と考えております。中でも仕事と子育ての両立支援ということが、将来の館山にとっても子育てをすることが最優先と考えております。子育てで仕事を諦めなくても良いように、保育施設の充実、こちらは、都会とは違って待機児童が少ないと思われがちですけれども、いろいろ様子を聞いてみるとそうではない状況がかなり伺えます。働きながら、館山で働きながら子育てしやすいということに関しまして、保育の充実、学童保育の充実、まだまだやることがたくさんあると考えております。そして学校再編問題です。こちらは人口減少がある程度見込まれる中で避けては通れない話で、早く議論を始めるべき課題だと考えております。今例えば中学校4校ありますけれども、中学生は1000人強です。20年後には700人という見込まれる中で、以前は1つの学校で賄えてた人たちが4つの学校に分かれています。学校が多いということは、それだけ整備の、いろんな環境整備にもお金がかかります。エアコンを設置したい、でも現状だと保育園以上かかる、これを学校を減らせばそれだけかかる費用も少なくなる、もっと設備を充実させるためには学校を減らすという選択肢もあるのではないか、あるいはあまり少ない人数で本当にきちんとした教育ができるのか、そういったことも考えていって、早くこちらは議論をすべき課題だと思っております。皆さんが納得した上で、数あるいはどこに何を作るのか決めてからいろんなことに手をつけないと、学校再編は考えないうちに、例えば山中に対して耐震の建て替えをする、その何十億の支出が無駄にならないように、もっと将来的なことを考えて、学校再編問題についても結論を出す時期に来ていると考えています。ただ一律に学校を減らせばいいかと思ったら、そういうことではなくて、例えば少人数の学校、あるいは大人数の学校、今でもいろんなタイプの学校が館山市にはあります。それぞれの特徴を生かすという考え方もあります。ただその場合は、いろんな特徴を持った学校にどこにでも通えるようなスクールバスとか選択肢ができる、そういったことも重要ですし、この土地では自然を生かした教育というのも考えられます。一方で長い目で見ると、教育の内容についてですけれども、今まではいい大学に行って大企業で働いて東京に行くのがとてもいい生徒たちということで教育がなされてまいりました。その結果、若者は外に出てしまい、戻ってくるのも退職してからということで、今こういう状況になっています。そうではなくて、館山、地元の地域の発展に貢献できる人が素晴らしい人材なんだよ、そういう考え方で人材を教育していく、そして武蔵寮の形で東京に一旦は出るけれども、それは館山に帰ってきてビジネスをする、あるいは地域のことに貢献できる、そういった力をつけるために東京に留学するという感覚で行くけれども、できるだけ早く帰ってきて館山のために働けるようになりたい、そう思ってもらえるような教育の仕方が重要だと思います。そういうことをしなければ、今の若者が外に出て行って帰ってこない、その流れに歯止めをかけることはできません。
今までも皆さんそういう教育をされてきたと思います。どこの地方でもそうですけれども、まあ、その結果東京にばかり人が集まってきていますが、それが必ずしも幸せではないということを私は考えております。もっと郷土愛を高めて立山のために働きたい、力をつけたい、そういう人たちをたくさん育てるような教育環境にしていきたいと考えております。以上です。ありがとうございました。それでは金丸さんどうぞ。はい、先ほどですね、流入人口がやや流出人口を上回っておりますとお話をさせていただきました。つまり流入人口というのは入ってくる、立山市に入ってくる人口ですね。で、流出人口って立山が出ていく人口、この差が今流入人口入ってくる方がやや多いということですが、高齢化が進んでおりますので亡くなられる方が多いので人口は、減少傾向にあるということでございます。そして、段に入ります。やはり私市長に就任当初から一番問題だと思っているのは、これは少子化対策であります。で、立山市で子供を産み育てやすい環境づくりが私に課せられた大きな命題であるを認識しているところでございます。で、子どもたちが未来に夢や希望を持ち健やかに成長する環境づくり、後世に引き継いでいくことは私たち大人の責任であります。元気の広場はオープン以来昨年度末で25万人を超え、親御さんが気軽に集い、ゆとりを持って子育てできる点などが功を奏していますが、新たに一時預かりの導入を考えており推進してまいります。このような総合的な子育て支援が県下トップクラスの合計特殊出生率、子どもの生まれる確率でございますけれどもにつながっていると考えられます。また先ほど述べました丸ごと支援する仕組みづくりを実現させ、子育てしやすい環境、女性の働きやすい環境づくりを図ってまいります。次に学校教育については、ハード面では学校給食センターと第三中学校校舎を改築します。新学校給食センターは平成32年度稼働に向け、阿波では初の PFI 方式、民間資金を活用した方式のことですが、これを採用し食育の推進、地元食材を仕入れ、温かくて美味しい給食が提供できるよう準備を進めているところです。第三中学校校舎は改築を行い、学校教育施設の 100% 耐震化を図ってまいります。また全幼稚園、全小中学校の教室にエアコンを設置し、健康で学習に集中できるよう教育環境の向上を図ってまいります。さらに児童生徒の減少が見込まれることから、子どもにとって良い教育環境、これについて学校再編調査検討委員会を発足させ検討してまいります。私は子どもに良い教育環境が最優先と考えますが、一方で阿波の他の市町では多くの学校が廃校になっていますが、立山市内の小学校は各地区のシンボルとなっており、できるだけ残したいと、残せるものだったら残していきたいと考えています。次にソフト面ですが、特別支援教育の学習支援員と学力向上推進コーディネーターの配置を引き続き推進してまいります。また電子黒板やデジタル教科書の充実とともに、新たにタブレット端末の導入を推進してまいります。子どもたちは地域の宝です。子どもたちの元気は地域の元気です。いかに少子化を止め、宝である子どもを増やしていけるか、皆さんと一緒に考え行動していきたいと思います。次の時代を担う子どもたちを、子ども見守り隊の輪を広げ、子育て環境や教育環境を向上させるなど、子どもたちがふるさと立山の良さを知り、
誇りと愛着心を持って明るく元気に成長できるよう取り組んでまいります。以上です。ありがとうございました。それでは5つ目の質問に移らさせていただきます。5つ目の質問は観光の魅力増大に向けてであります。館山市は首都圏から近いというアドバンテージを持つ観光地域として大きな期待がかかる地域です。オリンピックも控える中、インバウンド増加も視野に入れておく必要があるかと思います。観光産業のさらなる向上に向けて行政の持つ役割、民間の持つ役割とその関係性についてはどのようにお考えでしょうか。館山市の観光政策についてのお話をお願いいたします。発言順は金丸さん、室さんとなります。それでは金丸さん、どうぞ。私は観光の基本はおもてなしの心と考えます。観光客が市民に道を尋ね親切に教えられた、これも旅の良い思いとなります。ですから観光産業の発展にはオール館山の展開が不可欠です。その中で行政の役割は地域のブランド化とシティプロモーションです。沖ノ島が大ブレイクしています。 NPO の海辺の鑑定団の竹内さんたちが丁寧にガイドしてくれるおかげです。海ほたる観察会なども人気です。スポーツ、食、農水産業、自然、健康などと観光を関連づけて全国へ、全世界へ発信していきます。昨年市内でテレビ撮影などが33件行われましたが、台湾では今ドラマ逃げる恥だが役に立つの撮影地館山の名が広まっています。今後もフィルムコミッションを推進してまいります。また地元食材である食は旅先の楽しみでもあり、情報発信と同時に受け皿となる地元農産物を提供するお店や宿泊施設などの充実と地元食材を生かした寿司、炙り海鮮丼、いちじくに続く第4弾、第5弾の商品を促し、満足度の向上、館山ファンの増加を図ってまいります。また、食のまちづくり拠点の実現のため、ビジネスモデルの構築とともに、周辺の旧工業団地用地と稲村城跡を絡め、魅力あるエリアづくりを推進してまいります。さらに、国道127号館山バイパス、館富トンネル付近のボトルネックを解消するための4車線化の促進、鏡ヶ浦へ誘導する船形バイパスの整備を推進し、アクセス性の向上と、ふれあい市場との相乗効果を図ってまいります。また、鏡ヶ浦や夕日と富士は、館山の財産であるため、館山夕日桟橋のビジョンに基づく整備促進、外航クルーズ船などの誘致を図り、渚の駅館山を海から陸からお客様が訪れる交流拠点に仕上げてまいります。誰もが笑顔でお客様を迎え入れる町、館山を第一に、民間の観光施設などの充実、体験観光やスポーツ観光を絡め、滞在時間の延長による経済波及効果を図ってまいります。なお、官民の連携が実った例として、炙り海鮮丼やいちじくフェアがあり、いちじく寒天スイーツは生産者が提供した食材を加工し、宿泊施設や飲食店が利用する、いわゆる農商工連携、6次産業化の典型と言えます。さて、インバウンドについては、館山市や成田空港や羽田空港からアクセス性、地理的な優位性を生かし、台湾からの効果が見え始めた教育旅行などを推進してまいります。さらに館山湾は波静かで水質も良く、トライアスロンなどの
ポーツ大会、スポーツ合宿の誘致をオール立山で推進し、経済波及効果を図るとともに、通訳ボランティアの育成、多言語表示の案内板など、受け入れ体制の整備も推進してまいります。そして、豊かな自然、豊かな食材、歴史ある文化など、さらなる磨きで魅力をアップし、一年を通じて多くの方に訪れていただける立山にしてまいります。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。それでは、室さん、どうぞ。観光立志立山と言われてますけれども、皆さんの市民の皆さん、観光とはちょっと離れて感じていらっしゃいませんでしょうか。身近なものに感じていらっしゃいますか。観光で人が来る、そしてそれできちんと立山の 財政が良くなっている、そういう流れを作る必要があると思っております。でイベントもいろいろあります。例えば最近でしたら里見祭りが行われましたけれども、私の感想ではやっている方々非常に熱意を持っていますし、とても素晴らしいお祭りだと思うんですが、外の人どれぐらい来てたんでしょうか。あまり外からの人が来ている様子は見られませんでしたし、きちんと PR されているのかというと、東京の方で里見祭りを知っている方どれぐらいいるんだろうかと思います。あれだけのことをやるんであれば、例えば、西口の駅前、南欧風ということでオレンジになっていますが、そこで武者行列をする、ちょっと違和感があるなと感じます。もう少しコンセプトを統一する、そういったことをしていかないと、目の肥えた都会の方にアピールできることは難しいと感じています。一方で最近行われた北条ビーチマーケット、とても若い人たちが喜んでいる姿が見られました。こういった若い人たちに、人気のある、あるいは呼び込めるイベントに力を入れていくことも必要かなと思っています。ただイベントは非日常です。非日常ではなくて、もっと日常に関するもの、体験や触れ合い、そういった地元の方々と触れ合うということを都会の方は求めています。そして地元の人たちもいろんな方と触れ合うことで、これだけ都会から近いということで皆さんとの触れ合いが楽しいなと思ったら何度でも来れますよね。これだけ近くなった、毎週でも来たい、そういう方も増えております。そういう方向で非日常ではなくて、日常的な体験とか皆さんとの触れ合い、そういったことが観光につながり、関係人口や交流人口で、いずれは移住につながる、そういった方向性で考える必要があると思います。そのためには皆さんにももっともっと立山の魅力って何だろうということを実感するということがしていただきたいと考えています。また観光で大事なことは阿波の広域で取り組むということです。今例えば各市に観光協会があったりですね、経費は各市でかかっていますけれども、地図も皆さんそれぞれ作ったりしています。ですが来られる方はこの阿波地域一帯の観光をしていくので、どの市とかそういったことではありません。連携して取り込むことで経費も抑えられますし、 PR する力も倍増どころかどんどん増えてまいります。そういった阿波での取り組みの一つに定住自立圏構想というのがございます。観光のプロに言われたんですが、これは、中心地となる市が手を挙げて周りの市と連携して取り組むことで、補助金もたくさん出るという仕組みで、実は千葉県でその資格があるのは旭市と館山市2市しかない。旭市はそれに取り組んでいるけれども、館山市にはいくらこれやったらって言ってもなかなかやらないんだよねっていう話がございました。毎年補助金が出るという状況でもあるということで、国の施策にものっとって阿波を一つに取り組む
そういったことにもアンテナを高くして、いろんなやり方を考えていくべきだと考えております。そして先ほど二次コイベント、インバウンドの話もありましたけれども、立山を巡っていただくためには、もう観光二次交通、こちらも必須の課題です。観光事業者からも悲鳴が聞こえております。いろんなところに、いいところはいっぱいあったとしても、それが動けないので、車で来ないとどうしようもないんだよね、っていう声です。先ほどの住民のためにも、公共交通のことをお話ししましたけれども、観光の面でも、滞在を増やす、いろんなところを見てもらう、そういった意味で、公共交通、ぜひとも重要に考えていきたいと考えております。ありがとうございました。それでは、これが最後のスピーチとなります。皆様、熱心に聞いていただきまして、本当にありがとうございます。最後は、立山市のこれからの4年間と未来のビジョンは、立山市の明日へ、私はこうすると題しまして、7分ずつお話しいただきたいと思います。発言順は、室さん、花丸さんとなります。それでは、室さん、よろしくお願いいたします。今回の討論会で私が大きく感じたのは、危機感の大きな違いです。財政が危機的状況ではないというおっしゃってましたけれども、これは本当に私との大きな違いです。今でさえ、立山市何をやるにもお金がない、お金がないと言われています。それがこれからの人口構成考えると、これ以上良くなる兆しはございません。もっともっと皆さんと危機感を共有する、これが今一番必要なことだと考えております。そして私が抱えたいアワーを一つに、ワンアワーということです。先ほども観光の面でもお話ししました。立山だけではなくて、同じ課題を抱えている周りの地区と手を結んで、広い視野で、そして長期的な視野で今後のことを考えていくことが、全体として将来につながる道だというふうに考えております。阿波の響きは、阿波、私たちの阿波にも通じます。自分たちの街づくりをできるだけ広い視野で考えていきたい。そして阿波の政治、経済、文化、教育や交通の中心となるのは、立地からしても人口からしても現在立山市がリードすべき状況だと思います。ですが、例えばゴミ処理施設の問題も、立山市が離脱する方法、あまりにも一方的なやり方で宣言しましたけれども、こういったやり方をしていっては、阿波を一つにということを掲げるために、立山市がリードをしていくことはできません。もっともっと阿波を一つにということは、皆さんと一緒に共有して、周りの市町村とも交渉したり、話し合いをしたりすることで力をつけていきたいと考えております。そして、私が皆さんから本当にいろんな方から言われるのが、新しい風期待してるよ、よろしくということです。ですが、新しい風は期待したいだけでは起こりません。今私がやりたいことは、すべてのことを市民目線で見直して、今後これから立山の将来を考えていくためには、これまで当たり前と思ったことも変えていくべきじゃないかな。そして皆さんが市政のことに関心を持つ、まちづくりにもたくさんの方が関わって、でも実はそれってとても楽しいことじゃないか、自分の力で町を変えれるんだよ、そういうことで、ワクワクすることが次に継続できる力にもなると考えています。例えば今回の選挙戦にも、私は新しい風の試みを取り入れています。決起集会というのは、普通は偉い人が
おせちのようなことをずっとお話しする出ている人にとってはあまり面白いものではないんじゃないかと思いまして、私は政治にもっと関心を持ってもらう、私を応援してくれではなくて、みんなで立山のことを考えていこうよ、そういう呼びかけにするために、タイトルも先ほど祭りごとと言いましたけれども、祭りごと祭りということを掲げました。まちづくりは楽しいことだよ、そういうことを伝えて、皆さんの大好きなお祭りのエネルギーを市政にももっともっと注ぎ込んでいこうよ、そういうことを呼びかけています。選挙戦についても、無差別な電話攻撃、これはあまりいいことじゃないなと思ってやめる決断をしています。夜に街宣車が走るのもちょっと迷惑じゃないかな、その代わりに夜は外を走り回らずに個人演説会をやろうと決めています。今日は時間の制限があってテーマも限られているので、あまりお話できなかったこともいろいろありますが、これまで10回以上ミニ集会を開く中で皆さんとじっくりいろんなお話ができました。こういうことを今後も続けていきたい、それが、皆さんと一緒に街を作っていくことにもつながると考えています。風を起こすためには大きな力が必要です、というより大きな風にするためには多くの方が動く、それによって風が起きます。風を起こす、そのきっかけ作り、先導する、手を挙げる、それは私がやってまいります。でも私一人で動いているのではなくて、皆さん一人一人が市政のこと、まちづくりのことを本当に関心を持って動いていただいている、今もそうなんですけれども、この動きが一人でも多く広まることで新しい大きな風になってまいります。君津市でも新しい風が吹きました。アメリカでも今新しい風が吹いております。来年は現行も変わります。今までと、今まで当然と思ってたことを疑って語る、考える、そして次の新しい時代を皆さんのお子さんやお孫さんのために自信を持って残せる、継続した行政を運営をする、そういったことを責任を持ってやり遂げたいという思いで今日は皆さんに訴えてまいりました。少しでも私の気持ちが皆さんに伝わって、これからの立山市の未来を一緒に危機感を持って、でも楽しい気持ちで継続しながらやっていきたいと考えております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは金丸さん、お願いいたします。はい、まずですね、3点ほど間違っているので、訂正をさせていただきたいと思います。まず1点目ですけどね、財政がもう危機的状態だと、これはやっぱりちょっと訂正しておかなきゃいけないな。これ財政問題は、いろんな角度の問題がございますけれども、決して危機的状態ではございません。厳しい状態でありますわね。それから2点目ですけれども、定住実現構想、これはやってるんです、平成21年から。それでこれは結婚と同じようなもので、相手がの、ね、理解していただくには時間がかかるということで、これは進めていますので、やっていないというような表現は全くない。それからゴミの問題にしても、一方的に言って理解もされないのに、進めてきた、そういうことはございません。理事の人たちが集まっていただいて、そしてこういう状態ですからと理解をしていただいた中で進めてますんで、その辺はちょっと間違っていますので指摘をさせていただきます。私はですね、総仕上げとして夢中八策を、立山半端ない街づくりをします、これはスローガンに、これから4年間文字通り夢中になって取り組んでまいります。一つ目の策、不安を安心に変える丸ごと支援の仕組みづくり、これはですね、不安は不安を呼び、
希望は希望を膨らませる。先ほども述べましたが、個別の支援だけでは限界があります。医療、介護、出産、子育てなどを丸ごと支援する包括ケアシステムの仕組みづくりを推進していく。2つ目は2020東京五輪と海外からの誘客による活性化。これはですね、国際大会の 実績、経験をもとにサイクルツーリズムやスポーツ合宿の誘致を推進します。またオリンピックやパラリンピックを契機に東京館山間の回路の開拓を促進してまいります。来年度この実証実験が行われる予定になっています。それから、台湾をはじめ外国人観光客の誘客を図るとともに、Wi-Fi 等の受け入れ体制の整備を推進してまいります。3つ目は、地域産業の振興と担い手育成の確保ですが、農水産業、商工業を商工観光業を有機的に結びつけて、地元食材を生かした食を中心にした振興を図るために、食のまちづくり拠点でのビジネスモデルの構築や炙り海鮮などに続く商品の創出を推進していきます。また担い手の育成や確保、事業承継など地域産業の振興を図るとともに、先端ビジネス実践者と連携した次世代の働き場づくりを推進してまいります。また館山の活性化のため、館山ファンの増加を図ってまいります。4つ目は安全安心快適な教育環境の整備ですが、給食センター第三中学校校舎を建て替えます。また全幼稚園全小学校にエアコンを設置します。さらにタブレットの導入やふるさと学習を推進し、児童生徒の学力向上と豊かな心を育んでまいります。5つ目は中心部への機能集約による阿波の中心都市づくりですが、二次救急病院の北条バイパス沿いへの移転も計画されており、旧阿波南高校跡地に県が進める行政機関の移転に合わせ、市内にある行政機関の移転集約にチャレンジし、阿波地域の中心都市づくりを50年100年のまちづくりの気持ちで推進してまいります。6つ目はサテライト型コンパクトシティ、地域をつなぐネットワークですが、各地区の歴史と伝統とコミュニティの維持を基本理念に、市内10地区の拠点周辺に機能の集約を推進してまいります。また地区拠点を公共交通で結ぶなど、ネットワーク化を推進してまいります。7つ目は有害鳥獣対策の推進ですが、地域おこし協力隊のノウハウを生かし、さらなる捕獲と地域ぐるみの効果的な有害鳥獣対策を推進してまいります。8つ目は市民総活躍のまちづくりと活動団体のネットワークづくりですが、人口減少社会でも活発な市民活動を維持するため、市民と共に作り上げた市民共同条例の浸透を図ってまいります。また NPO や市民団体などのネットワークづくりを進め、市民総活躍のまちづくりを推進してまいります。この夢中発策を総合的相乗的に推進することで、各世代はもちろん雇用の場がある、結婚ができる、安心して子供を産み育てられる、老後を過ごせるとなるはずでございます。4年間のビジョンということでお話をいたしました。将来的にやはり阿波で一つの町になる必要があると思っています。現在も消防や救急医療などを共同所有しておりますが、観光や路線バスなどについても連携を強めていく必要があり、定住自立圏構想なども視野に入れ、阿波の中心都市として役割を果たしていくことが館山市の責務と考えています。私には国や県などに多くの人脈を築き、太いパイプがあります。館山市ではさまざまな事業が計画され展開され、
市民から早期の実現が待たれています。これをゼロからスタートする意図がなく交代は許されず、このことは立山にとって市民にとって大きな損失になるのではないでしょうか。継続は力ないと申しますが、継続こそ力だと考えます。そして継続は発展につながると思っています。私の至らない点は謙虚に反省しながら有言実行で集大成とする所存です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。残念ながらお時間となりました。本日は短いお時間の中で、十分なご発言をいただけなかったことは十分に承知しております。そのような中、過去も大勢の皆様にお集まりいただきまして聞いていただいたことは、必ずや市がいい方向に向かっていくのではないかと考えます。そして次回はぜひ若者にも声をかけ、立山 JC としても町づくり事業として若者にぜひ今後とも参画していけるような事業を提案していきたいと思います。本日は大変お忙しい中ご出席いただきました立候補予定者の方々、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして最後に、静かに熱心に聞いていただきました皆様、にお礼を申し上げます。これにてコーディネーターの座を下ろさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。立候補予定者の皆様、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お二人方には以上をもちましてお退席とさせていただきます。皆様どうぞ今一度盛大な拍手をお願いいたします。最後になりますが、一般社団法人立山青年会議所まちづくり委員会委員長福原浩太よりご挨拶をさせていただきます。皆様本日は立山市長選挙立候補予定者公開討論会へご来場いただきまして誠にありがとうございました。本日お聞きいただいた、立候補予定者の方々の政策を、有権者であります市民の方々一人一人がしっかりと考えた上で今後行われます投票へと足を運んでいただければと思います。ぜひ多くの方のご意見のことに立山市の未来を想像していただきたいと願っております。本日は誠にありがとうございました。それでは以上をもちまして立山市長選挙に関わる公開討論会を閉会させていただきます。お帰りに際しまして階段等足元にお気をつけの上、またお座席には忘れ物等ございませんよう今一度ご確認の上お帰りくださいますようお願い申し上げます。本日はありがとうございました。